午後です。めっちゃ雨降ってる。というわけで大雨の中、1年ぶりにソフコンに来ました。前回の春のソフコンは来なかったもんな。遅れてきたのに、まだ外に人がいっぱいおる。とりあえず、入場番号のくじを引くか。よーえー、見たことない番号来た。遅れてくるからや。それでもこれはやばい。いつ入れるねん。約15分後、クリーン入場になってすぐ入れたわ。551より遅い残念な人らはまとめてフリー。豚まん以下は残念とか言うな。というわけで今回お迎えしたのは、ガチャのケープキャット、谷口亮さんのキャラやね。先行販売で色も選べたので、この青い子にしました。かわいい。しかしブースが一番奥で、同じスペースに新井キリコさんとギャロミさんのブースがあって、ここ2つに人が特にめちゃくちゃいて、 T ベースさんのブースに行くまで大変だった。すっげー行列だったよな、この2つのブース。2つ目は今在さんの着々。このシリーズ今まで知らなかった。コンセプトが可愛い。オレンジのボディのこと悩んだのですが、ホワイトの子をお迎え。可愛い。首も動く。腕は固定やね。肉厚で構成されてる。上は穴が開いてるかなぁ思ったけど、開いてなかった。ケープキャット置ける。ファイルダーオンスな。そういえばワンアップさんとこにあった。マジンガー Z のソフビ残ってたから気になったけど、予算的に無理やった。そして最後の3つ目は、ちよこ CMYK カラー。あの入場番号でよく買えたな。他の色は完売してるのもあったけど、これはまだ少し残ってた。今回この配色に惚れたわ。ちよこはレオンチャンネルさんとのコラボも持ってるので、これで2体目。色で結構雰囲気変わるな。髪色がブルーなのもツボだった。今回のソフコン、なんか海外の方が多い気がした。日本語じゃない言語が結構飛び交ってたよな。あと出店エリアは増えてたけど、食堂スペースがなくなってたのは残念だった。またカレーとか空気満々だったもんな。外でキッチンカーで何か売ってたけど、大雨で何も買う気にならんかった。帰ってから月見食う男。というわけで今回この3体をお迎えしました。これで一旦スタンダードサイズのお迎えは終了かな。なぜじゃ。奥スペースもお金ももうない。悲しいこと言うな。環境と心境に変化があったらまた買うわ。ではでは。